それでは、会見を始めます。今日の常任幹部会で、解散総選挙がもしあるとすればその対応についてですね、議論をいたしましたので報告をしたいと思います。で、総選挙については、共産党7中層で、以下の目標を立てております。総選挙では比例代表で650万票、 10% 以上の得票を得て、すべての比例ブロックでの議席獲得、議席増を目指す。から小選挙区については沖縄1区の宝の議席を守り抜いて、小選挙区での議席増のために奮闘をするというのが総選挙の目標です。で、今日お配りしておりますが、比例代表で今の現職議員のいないブロックについて、まず今日予定候補者を決めましたので、そこにお配りしている通りです。北海道ブロックは畑山和也、元衆議院議員、北陸信越ブロックは藤野康文前衆議院議員から、中国ブロックは大平義信元衆議院議員から、四国ブロックは白川陽子元香川県議会議員です。の4人の候補者を今日発表させていただきました。で、比例代表については鋭意、候補者の発表を続けていきたいというふうに思っています。からの小選挙区についてもですね、積極的に候補者の擁立を進めていきたいというふうに考えています。私からは以上です。はい、選挙協力、野党間の選挙協力について民主党にはいつぐらいに呼びかけていますか。呼びかけっていうか、基本的な考え方は再三再四申し上げてきている通りです。で、改めて候補者の一本化、選挙協力についての私たちの考え方を申し上げると、これ総選挙というのは国政選挙ですから、地方レベルでの合意だけではこれは選挙協力を進めることはできません。やはり中央段階、本部同士の合意がどうしても必要だというふうに思っています。で、その中央段階の合意としては、大きく言って3点必要になってくると。で、1つは選挙協力を行う、共闘を行う意思を確認すること。その意思がなければね、これは前提が成り立たない。から2つ目に政策の一致、ですから来るべき総選挙ということになれば、それはいつ行えるかにもよってきますが、現時点で例えば言えることは敵基地攻撃、岸田大軍拡には反対しようということや、あるいは憲法の改定はさせないというようなことが中心になってくるのではないかなというふうに思います。立憲主義を守るということは当然。それから3点目としては、やはり政党間の関係として対等、平等、相互尊重、この原則で、共産党の方で一方的な対応というようなことはしないということは、この間もね、選挙の際に繰り返し言ってまいりましたが、この3点がやはり中央段階での合意が必要であるというふうに思っています。関連で、ボールはその候補者調整のボールの方案に一点があるという認識ですか。ボールがあるかどうかということ以前の問題として、先日の泉代表のご発言がありました。で、この野党の共闘についての私たちの基本的な考え方は、委員長が木曜日の会見で申し上げた通りでありますけれども、やっぱり私たちとしてはまず第一に、総選挙での2021年の総選挙での選挙協力というのは、これは大きな成果があったと。で、共闘で一本化した59選挙区で勝利をし、自民党の重鎮、有力政治家を落選させる。で、59のうち56では、共闘勢力の比例の得票の合計を小選挙区候補の得票が上回るという共闘効果がはっきり出た。で、これは事実の問題としてある。からも2点目としては、今国会で自民、公明、維新、国民民主などによる、4党連合で、これによって、大軍拡、改憲、
さまざまな悪法が強行されるということが起こっているわけで、まあ、こうしたいわば翼賛的な体制に対して野党がスクラムを組んで立ち向かうことが、まあ、非常に今重要になっていると。でそういう意味ではいよいよやっぱり市民と野党の共闘をですね前進させていく必要があるというふうに思っております。まあ、ですからこちらから門戸を閉ざすというようなことはするつもりは全くありません。ただ泉代表のですね選挙協力はしません、候補者調整はしませんと、まあ、発言されたわけで、やはりこの態度が変わらないのであれば我々としては独自に対応していかざるを得ないというふうに考えています。まあ、ですから積極的な候補者の擁立を進めていくということを今日確認をして、まあ、全国に対してもそういう指示を出します。はい、はい、今の話で確認なんですが、はい、そうすると共産党さんとしては、はい、地域レベルで立憲と協力するというのは本部の大分なければ認めないという、はい、いや協力はもちろんど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 んやっていただいていいと思うんですが、でいろんな形で例えば一緒にね集会やったりとかまあ、いろんな取り組みが行われてますから、それはもう大いに進めていただいて、ただ国政選挙ですから、やっぱり候補者の一本化をするというようなことをするのであれば、それはやっぱり地域の合意だけではできないでしょうと、やはりその政党本部間の合意ということがどうしても必要になっていくということで、さっき言った3点、これが必要な、今までもそういうふうにやってますから、当然今までやってきたようなやり方を私たちとしては求めていきたいというふうに思っています。はい、関連して共同通信の渡辺です。泉代表の発言でその独自に対応していかざるを得ないと。でいやいや、だからそれは変わらないのであればね、この態度が変わらないのであれば、これは独自に対応していくということになります。的な候補者の擁立を進めていくというのは、これはまあ、その向こうが変わらない態度であればですね、その全選挙区にまた候補者擁立するって可能性もあるんですか。全選挙区という積極的に立てていくと。で候補者擁立してもその後いろんな合意ができればまたね対応もあり得ると思います。ただ現時点ではやはりもういつそれこそ解散総選挙となってもねおかしくないような情勢に、まあ、そういう解散総選挙含みの情勢になっていくことは間違いないと思いますので、やっぱり遅れを取るわけにいきませんから、小選挙区での候補者の擁立を積極的に進めていくと。まあ全部とは言ってませんけど、まあ前回は105選挙区で立てましたけど、まあそれよりはかなり大幅に立てるというつもりで臨んでいきたいというふうに思っています。はい、関連してこれ調整がつくまではこの立憲民主党がいる議員のところにも候補者を擁立していくという、それはもうケースバイケースになるかと思いますが、なんか立憲民主党の議員がいるから立てないというような対応はこれはしないですよね。だって候補者調整をしない、選挙協力しないというふうに党首がご発言されているわけで、まあ、ちょっとそういう意味ではそれが変わらないとなかなか調整のしようもないわけですからという状況だと思います。はい、この後ジャニーズの性被害問題について PP が行われる関係で質問させていただきます。今の国会の対応として刑法改正ですとか、ちょっと今の選挙絡みの話まず一通りやってからにしませんね。はい、立民と、まあ、泉代表、例えば市委員長ですとか、なんかそのお二人が話し合うとか、何かその向こうの、まあ、市委員長を繰り返すその泉さんの発言に直接は聞いていないというふうにおっしゃっているので、何かその向こうの意図を確認するようなことをしていくようなお考えあるのかどうか、その立民との調整というのはどういうイメージで今後進んでいくのかというのはありますか。まあ、それはいろんなつかさつかさというか、いろんなチャンネルで、まあ、今も意見交換はやっております。はい、はい、そもそもそのサミットの、この内閣の支持率が上がってくるっていうタイミングで、この解散の話が、解散を望む声が自民党でも上がってるっていう状況についてどう思われるか教えてください。内閣支持率が上がってることについて、
まあ、状況の中で、あの今も解散すべきじゃないかっていう声が与党から上がっているという状況について。これはね、憲法の立場から言うと、これは全く間違った議論だと思います。あの日本の憲法は、なんかあの総理の専権事項っていうけど、そんなことになってないわけですよね。憲法上で言えば、これは内閣不信任案が可決された場合の解散ということしかないわけ、あと任期満了ですよね。で、国事行為だっていうところの7条をもってね、解散というのは、これはもう憲法の、まあ、規定の乱用だと言わざるを得ない。だから、なんかその支持率が上がってきたから、政権の都合で解散していいかのような、そういう議論は、こう憲法から言っても完全に間違っているというふうに思います。でまあ、共産党としてはもうこれは解散に追い込んでいくということでね、望むということではありますけど、与党の方がなんか支持率がちょっと上がったから解散しようみたいなことをね、言うのは、まあ、憲法を全くわきまえない議論であるというふうに言わざるを得ないと思います。じゃあ行きましょうか。ちょっとこちらの質問に関連で質問させていただくんですけれど、読売新聞と日本テレビで行った世論調査で、総理の岸田内閣の支持率が 56% と前回より6ポイントですね、上がりまして、8ヶ月ぶりに 50% 台を回復したということで、これについて受け止めがあればお願いします。まあ、朝から晩まで G7 広島サミットってテレビ、まあ、テレビのせいだけにするわけじゃないですけど、報道されてるから、まあ、そういう効果で一時的に上がってるということではないでしょうか。はい。まあ、決してその岸田政権が進めようとしている政策が支持されているというようなことではないんじゃないかなというふうに思います。一時的なものではないかと思っています。続いてジャニーズの性被害問題について、はい、この後16時半からですね、共産党さんとしては初めての PT が行われると思うんですけれども、国会での対応でその刑法改正ですとか、まあ、児童虐待防止法改正といったことが言われていますが、まあ、このような問題に対してどのような法改正が必要であったりですとか、まあ、政治として対応が求められるか、共産党さんとしてお考えがあればお願いします。子どもに対する性虐待っていうのは、これはもう国際的にも今大問題になっています。で、日本でもその亡くなられたジャニー喜多川氏による性虐待というのはもうずっと前から、まあ、被害の訴えあったわけですね。で、それが、まあ、BBC が3月にドキュメンタリー番組を放映するまでなかなかやっぱり日本社会の重大な問題に認識されてこなかったっていう問題だと思ってます。で、共産党としては性暴力の問題、痴漢の問題などね、私も国会参議院の本会議などで痴漢の問題なども取り上げてまいりましたけど、これ非常に重大な問題ですし、まあ、日本を代表するような芸能事務所で起きた事件ですから、まあ、国民的な関心も極めて高いし、社会的な影響も計り知れないというふうに思います。で、国会としてやっぱりやっていくこと、我々として考えていることは、やっぱり真相の究明、これをまず第一に進めていく必要がある。で、これが一部の問題にとどまるのか、それとももっと広がっていくのか、まあ、被害加害の関係ですね。それからなぜ長い間にわたって社会全体の問題にされてこなかったのか等々ですね、これは解明していく必要があると思います。立憲民主党が提起しているような児童虐待防止法の改正、これは我々としては賛成です。まあ、当たり前の改正ではないかなと。まあ、加害者として保護者に限定するのではなくて、地位に基づく影響力を児童に対して有する者を追加する等々、これは当然の法改正だと思いますし、それだけでいいのかどうかということ、今刑法ということもねおっしゃいましたけど、まあ、そういったことも含めて、まあ、さまざま検討していきたい。で、今日第1回の PT でその議論をしたいというふうに思っています。はい。先生、立憲民主党もこの財務の問題をやりやすくなっています。今回野党として一緒にやらなかったんですか？別にやらなかったって、積極的にやらなかったわけじゃなくて、まあ、それぞれやってるだけで、別にやらないよねって決めたわけでもないし、まあ、それは可能性あると思います。はい。まあ、大体同じ方向性で考えておられると思いますんで。はい。はい、会長、サミットをそのままの評価受け止めをお聞きしたかったんですけど。サミット、
まあ、サミットについては委員長が談話を2回出している通りだと思いますが、やっぱり最大の問題はですね、この広島という被爆地で開催をしながら、核の廃絶に背を向ける、そういう中身の広島ビジョンを出したことだと思います。まあ、核兵器禁止条約という言葉が広島ビジョンには一言も出てこない。そして同時にですね、核兵器は侵略を抑止し戦争と威圧を防止するっていう、まあ、核抑止力論を公然と正当化している。だから被爆者の方々、サーロー節子さんをはじめですね、もう広島の声を聞いたのかと、何のために広島でやったんだと、原爆資料館で一体何を見てきたんですかという怒りの声が上がるのは当然ではないかなというふうに思います。でこれやっぱり最大の今回の問題点ではないかなと。広島で行うということで被爆者の皆さんも期待をしたと思うんですが、それを全く裏切るものになった。それから世界の平和秩序をめぐっては、やはりその G7 がですね、まあ、ロシアによるウクライナ侵略はこれは強く非難したことは当然なんだけれども、これに対してやっぱり軍事ブロックの強化で対応していくということですね。これはやっぱり軍事対軍事の危険な悪循環を作り出すことになるのではないかということで、まあ、我々としてはここは批判をしているところでありますし、まあ、アジアの問題についても自由で開かれたインド太平洋、まあ、いわゆるフォイップという、まあ、中国を排除するブロック的な対応、まあ、これをその前面に出したようなコミュニケということになっています。で一方で我々が重視している ASEAN インド太平洋構想 AYP、まあ、地域のすべての国を包摂して平和の枠組みを作っていくということについても、これ言及しているというのは、まあ、ある意味では G7 の矛盾がそこには現れているのかなと。あと日本との関係でいうと、ウクライナ支援の問題で、これ G7 の首脳声明で、財政的、人道的、軍事的、外交的支援を提供するって言ってるんですが、やはり憲法9条を持ってる日本というのは、これは国際紛争の助長を回避するっていう立場で、まあ、あくまでも非軍事の支援に徹するべきだということは言っておきたいということと、まあ、石炭火力からの撤退とか、あるいはそのジェンダー平等、性的マイノリティに対する差別を禁止するということを確認しながら、国内では、まあ、性自認という言葉を削除するような、ね、法律を提出すると、まあ、ある意味でちょっと2倍自他的な対応、それから難民保護、難民および避難民の人権の完全な尊重ということを明記しながら、今議論されている入管法というのはまさにその精神を根本から踏みにじるようなものになっているという非常に重大な問題だから、まあサミットを通じて日本の政治の立ち遅れということが浮き彫りになったという点も指摘をしておきたいというふうに思います。はい、今回の G7 サミットの中国や台湾問題、これ取り上げたことを受けて、中国への粗暴な内政干渉として中国政府から抗議がありました。これに関してはどう受け止めていらっしゃるでしょうか。中国がね、そういう批判をしたということで、私コミュニケも改めて見てみたわけですけども、ここで記載されていることはですね、東シナ海および南シナ海における状況について深刻に懸念していると、力または威圧によるいかなる一方的な現状変更の試みにも強く反対する、台湾海峡の平和と安定の重要性を再確認する、両岸問題の平和的解決を促す、チベットや新疆ウイグルにおけるものを含め中国の人権状況について懸念を表明し続ける。でこうした記述は私どもも主張してきたことでありますし、まあ、こうした点での抗議というのは、これは我が党としては受け入れられないものだというふうに思います。で同時に先ほど言いましたように、今回 の全体の首脳宣言の中で、まあ、軍事ブロック的な、ね、対応を中心にして中国排除で進むということは、この地域のやはり平和と安定にとってマイナスになるということは指摘をしておきたいと、そういう問題点はあると。ただ中国が今言っているような点の問題は、我々はこれはまあある意味ではこの抗議はちょっと受け入れられないなということになるかと思います。はい、関連で先ほどちょっと触れられたかもしれませんが、
ゼレンスキー大統領が来日して、あの日本を含め各国首脳と会談したということについてどのように評価するのでしょうか。うん、まあそれは特にあのコメントする評価するっていうことは特にありません。はい、評価することがない理由というのは特にいいとも悪いともいうことはないということですね。それによって何かこの問題がこう解決するというようなことではないんではないかなと、まあ、あのロシアの侵略ということを、ね、非難していくということはもうこれは引き続きやっているわけですから、でそういう方向性が確認されているわけなんで、まあ、そこが一番大事なのではないかなと。国連憲章に基づいてロシアの侵略を止めていくというために全世界が力を合わせるということが今必要だと思います。それはまあゼレンスキーさんが来ても来なくてもあまりその方向性というのは大体確認されてきたのではないかなというふうに思っています。はい、言ってなければいいです。あの小選挙区への擁立数はいつかの段階でその目標というのは設定されているんですか。擁立数、まあ、これは別に数を決めてというよりは、まあ、積極的に擁立をしていくと。でその結果いくつになるかということだと思うんですが、まあ、あの申し上げたように100、前回は105だったんだけどそれよりはかなり多くなると見込んでいます、はい、いくつって目標立ててそこに向けてとそういう話ではないです。じゃあその立憲との関係を見ながらという意味で積極的なって言い方しているわけじゃないんですか。それ立憲との関係を見ながら、まあ、党としてはとにかく積極的に立てると。で同時に立憲、まあ、なども含めた共闘の話し合いはこちらは門戸閉ざさずに求めていくと。でもそれを待ってると遅れちゃいますから、党としてはやっぱり候補者擁立の作業を積極的に進めていくと。よろしいでしょうか。はい、終わります。